まあ、力加減も良かったですし、バランスも良く投げてたし、あと自分でちゃんとこう課題を持って投げてるなっていうのも分かったんで、良かったと思います。今日、そうですね、今日が一番こっち来てから良かったなとは。第一クールよりはるかにいい状態にはなってきたんで、少しずつ少しずつ、はい、良くなってきてるかなと思います。とりあえずまっすぐを、強いまっすぐ投げることだけを意識してやってます。まあ、もう一つの段階にまっすぐを持っていけたらいいなと思って、それで、ゲームで投げれる準備をしっかりして、ゲームの時には最高のパフォーマンスを、首脳陣の方にアピールできるように頑張っていきたいなと思います。